主任の村井健太郎です。マコリーヌです。今日は雑誌フリースタイルのこの漫画を読め2023ご紹介していきたいと思うんですが、はいはい、その前にこれ年末にねおはがきをいただいてまして、はい、かわいいグリとグラクリスマスカードですね。ね、それが年末に届きました、ショコラテリーヌさんですね。こんばんは、マコリーヌさん、村井主任、はい、今年1年ありがとうございましたという、1年感謝を込めてというね、おはがきをいただいてました。で、年末にたくさんの訃報にああとしか言えませんでしたって。そうですね、いろいろありましたもんね。続きましたね。素敵な作品はいつまでも残りますよね、うん、そうですね、これからもね作品は読み継がれていくでしょうし、はい、語られていきますから、それをねまた私たちがこう紹介したりとか、はい、ね、みんなが読んだりしていくんだなという感じですよね、うん、はい、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。さて、年が明けまして、はい、いろんなランキング、ね、発表されてます、はい、発表されているのをご紹介したいと思います、はいはい、まあ毎年、フリースタイルのこの漫画を読めと、この漫画がすごいという、まあ、2つ、まあ、ランキング大きい、ランキングが発表されるんですけども、はい、でフリースタイルの方は、まあ、先週もちょっと先々週か話した通り、ちょっとサブカル系もちゃんと拾うというか、うん、まあ、メジャー誌だけじゃなくてマイナーな漫画、まあ、もしくは海外の、作家の漫画とかも、拾っていくようなスタイルですね、はい、で、フリースタイルの雑誌実際に見るといろんな人たちが選んでいて、そのランキングのこうポイントがどれにどれが入ったみたいなね、はい、集計表みたいなのもちゃんとついているので、これも集計表を見るのちょっと面白いかなと、そうですね、思いますね。この人がこの点数を入れたんだなっていうのが分かるし、あと選者の方々のコメントがやっぱ面白いですよね、はい、で、表が集まったのはこのポイント数が高いものからランキングをちゃんとつけてあるというところも、面白いなと思いました、はい。で、1位が、フリースタイルの、この漫画を読め2023の1位は石井久一さんのロカ吉川ロカストーリーライブに選ばれたと、はい、漫画研究室の大賞と同じく、はい、そうですね、なりました。さすがですねいやびっくりしました。さすがです僕たち、うん、はい、ということで、まあ、ロカ自体はもうあのロカの特集をですね、あのボイシーでぜひ聞いてほしいんですけども、はい、たっぷりめにやりましたからね、はい、あの僕きっかけは江口さんとか鳥美希さんとかのツイートでタイムライン、ツイッターのタイムラインで、いくつか、評判というか、まあ、これはすごいみたいな、でどうやら通信販売でしか買えないということが分かって、うん、出版、そうなんですよ、はい、なので、まあ、あの異例というか今回のこのフリースタイルのランキングで1位に選ばれてますが、出版社から出たものではなくて、自費出版、まあ、いわゆる同人誌なんですよね、はい、それも含まれてるっていうところ、しかも1位というね、うん、そう1位という、だから僕はもしかしたら出版社から出てないから、うん、フリースタイルでは絶対この漫画1位になるだろうけど、出てないからどうなんだろう、どうするのかなって思って、ランキングにはもしかしたら入らないかもっていう、うん、かもっていう風な、うん、気がしてたんですけど、いやいやでしたね、うん、やっぱフリースタイルさすがです。これあの編集後期にもちらっと触れてあります。はい、どうしようかなっていう、そのあったんですね、やっぱそういう話が、うん、なんだけど入れるか入れないかみたいな、やっぱりこれが何だろう、新しいそのランキングを生むかもしれないし、うん、まあ、石井久一さんが、これだけ素晴らしい漫画を出していて、やっぱり選ばないっていうのもね、はい、っていう感じはするんですよね、うん、で、僕らはやっぱ文句なしだし、やっぱり1位になる作品というのはもちろん一番なんだろう、みんなからみんなが一番これはすごいと思ったみたいなのもあるけども、心動かされたものですよね。2022年をまあ象徴するというか、その新しさであったり、うん、そういうものも含めてロカって作品は選ばれたんじゃないかなと思います、うん、あの江口さんは
漫画界にとっても収穫であったと思うというふうにコメントを書かれていますけどね、はい、だから新しいスタイルがまた生まれた、うん、はい、のかもしれませんね、うん、そう思います。なので若い人にも石井久一さんの漫画読んだことがないというね、うん、人たちにもぜひ読んでもらいたいなと思いますが、書店では買えません、はい、はい、なのでちょっと探してください。商店ですね、うん、で2位が、ガオエンさんの緑の歌、はい、これも漫画研究室、はい、マコリーヌ賞選んでました。さすがですね自画自賛僕たち、はい、でこれもやっぱりガオエンさん台湾の作家の方で、はい、現在日本に住まわれていますが、そのハッピーエンドという、まあ、かなり世代を選ぶといえば選ぶんですが、ミュージシャンの歌にからテーマをこう序盤始まっていて、うん、まあ、細野さんのライブに行ったりとかっていうところと、まあ、いわゆる大学生地方から、出てきて大学に出てきて、でそこでの一人暮らしだったり自分が何かを作るってことに関しての自信がこうなくなっていったり、はい、うん、でも好きだからやりたいと思ったりとかっていうような、そう好きのパワーですね、はい、10代から20代前半のやっぱりこう葛藤だったり、まあ、いわゆる自分のこう自己評価というか、うん、まあ、そういうのがねなかなかうまくこうできない、どうしても低く見てしまったりとか他人がすごく見えてしまったり友達が、うん、すごく思えてしまったりとかっていうような、そういう10代20代前半独特の、気持ちの揺れとか、うん、重なりますよね、うん、そういうところもね、なんかそういうのも読んでて思い出す感じもありますし、はい、あそうだなこんな気持ちだったなとかっていうことも、うん、僕らは大人になってしまってるんで、はい、そういうところも思い出すし、ちょうどあの年代の人たちが読むと、まあ、まさに、現在進行形でおそらくああいう感情の、はい、中で生活をしていると思うし、なんかそういうことがね、本当にきめ細やかに描かれている素晴らしい漫画なので、こちらは書店で買えますので、はい、あと台湾の文化とか、はい、台湾行きたいなとか、うん、そういう気持ちにもなりました。そうですね、逆にでいわゆるこう自分の国とは別の国の、うん、文化だったりとか、文化の違いとか、うん、だけど文化が違っていても共通の歌が好きとか、はい、この曲いいねって思ったりとか、この調節いいねって思うようなその共通の部分と文化の違う部分とかっていうところは、うん、ぜひ若い人には、その辺のことは感じてほしいなと思いますね、うん、なかなかコロナで海外に行くっていうことが今難しい、そう今難しいからですけども、自分が住んでるところじゃないところに出ていくっていうことが、うん、いかにその自分が住んでるところを好きになる理由にもきっかけにもなりますしね。そうなんですよね、うん、そう不思議とね、私もそれはありました。海外に出てみて初めて分かることとか、うん、ね、ふるさと離れてみて初めて気づくこととかね、うん、そうなんですよね。だからなんかそういう経験というか、うん、まあ、物語の中だけでもそういう経験ができるといいなと思います、はい、なので本当にいい漫画でしたね。いい漫画でした。いい漫画です。でね、このね漫画のロカそしてこの緑の歌というのは2作とも完結、はい、まあ、うん、ロカは1冊緑の歌は上下巻で完結しているっていうところも今回のそのフリースタイルの、ちょっと特徴かなと思いますね。いつもだいたい1巻が出てたり1巻が衝撃的とか2巻がとかっていうところで選ばれることが多いんで、うん、あんまりまだ続いてない状まだ物語が続く状態で選ばれていることが多いんですけども、うん、今回はもう完結している、はい、1、2は完結している物語が選ばれているところもちょっと今年の特徴ですかね。そうですね、うん、ちょっと思ったりしました。そして、3位まで触れておきますか。ここで3位はね、陽気なやつらというこれもねザラッとした話なんですよねザラッとしてるザラッとする話なんですよ。これは試し読みができますので、ちょっと興味があるっていう人はですね読んでもらえると、まあハマる人は結構ハマるかなというような感じがしますけどもね。なかなかもちろん3位に選ばれてるんで面白い漫画です。
主任の村井健太郎です。マコリーヌです。今日は雑誌フリースタイル、この漫画を読め2023ご紹介しています。はい、まあトップ10の中で、あとは東京日頃も5位に入ってるんですけども、はい、これはもう去年も入っていて今年も入っていて、そう連続で入ってるのいくつかありましたよね。はい、続いてるから、ね、さんは江口さんは、連載されてる続いてる間はもう多分ずっと選ぶだろうなというふうに感想書かれてました。東京日頃と、平休みは多分ずっと選ぶと思うっていうふうに書いてましたね。主任も好きな新蔵慶吾さんの平休みはいろんな方が選んでらっしゃったなと思って、はいはい、今4巻ですけど、うん、多分映像化されるんじゃないかなという気がしています。僕は楽しみしてほしい、うん、ね。あの街の風景とか、うん、こうね見たいですね、うん、映像で多分いいと思うんですよね。東京のね案外、うん、アマプラとかネットフリックスとかだったりとか、うん、ような気もしないでもないんですけど、主任はあの街自体にも思い入れが、そうなんですよ、僕は阿佐ヶ谷に東京にいる時、ね、はい、住んでたので知ってる場所が出てくるっていう感じで、うん、すごくこうおおなるんですけど、うん、まあでもそれをこう、抜いてもとてもいい漫画です、はい、あの漫画を今あの雰囲気であのタッチで描けてるっていうのは、うん、新蔵慶吾だけなので、はい、もう僕はもう大好きですね。で、藤本たつきさん、はい、今年ももちろん、はい、ランキングに入ってきますが、さよならエリーですね、はい、で藤本たつきさんはなんて言えばいいんだろうな、誰かが書いてたけど全ての漫画に喧嘩売ってるみたいな漫画表現漫画の表現自体にですね、うん、だからその漫画の表現みたいなものをとにかく新しい表現というか、うん、それをやってること自体は間違いないんですよ。あ、藤本たつきさんが気になるのは間違いないですね。間違いないですよ。だしかっこよさも持ってるし、はい、スタイリッシュ で、うん、でチェンソーマン ね今ハマってる方多いと思いますけど、今もうチェンソーマンもね、はい、ファッション誌の表紙とかにもなってましたけど、うん、先月号とか、で藤本たつきさんの描く世界みたいなのは、うん、まあ連載ものもそうなんですけど、さよならエリーだったりルックバックであったり短編ね、短編と呼べるボリュームじゃもうないですけど、うん、ああいう読み切りの作品もですね、うん、読み出すともう止めらんないっていうか、はい、入り口入ったらもう破壊力的なものありますよね。もう戻れないですよね、うん、あの藤本たつきのあの世界の中に入っていく感じで、うん、一気に読ませてしまう180ページを超えるような、まあ、読み切りを、まあ、一気に読ませるすごい力があるんですよね、うん、なんでそこで途中で休憩させないっていうか、うん、最後まで一気にいかせる感じとかっていうのはやっぱりそのコマの組み立てっていうか、その物語のその演出の仕方っていうか、うん、漫画全体の構成の仕方とか、まああんまり分析するのもね野暮ですけど、あのその辺がすごくこう巧みでかっこよくて、うん、キャラクターがすごくて、そうだけども、突き放しされてる、うん、どっか突き放してるっていうか、そのクールさも絵 もやっぱりねすごいですよね。やっぱりタッチとかあの漫画家の人って、漫画家だけじゃないですけど、絵を描くて、うん、絵を描く仕事の人たちってある瞬間急に上手くなる時があるんですよね、うん、多分今がそれっていう感じがあって、あの藤本たつきさんは今まさにその、うん、ガーって絵の技術が上がっていくというか、絵の表現力がどんどん上がっていくというか、うん、まあ、それと物語の表現力も、まあ、相乗効果というか一緒に上がっていってるような感じですね、うん、本当になんかリアルタイムで読めてよかったなと。あ、そうですよね、うん、人です、本当にすごいです。まだまだまだ見ていけるっていうね、これから、はい、で7位が、高武さんの墨濁り小学館ですね、はい、7位がエティエンヌ・ダフィドさんのワイン知らず漫画知らず、これね僕すっごい気になっててまだ読んでないんで、これはちょっと読まないかな。それ7位、7位です、7位なんですよ。これもツイッターのタイムラインで結構見て、うん、面白そうだなと思って、まあなかなかちょっと読めないんですけど、まあ、読めないって言ったらですね、この
読んでないというか知らない漫画がやっぱりいっぱいあのいろんな人が選んでるんですけど、はい、これランキング外のもうなかなか、ね、すごいですよね。そこまででも皆さんよく読んでらっしゃいますね、うん、もうやっぱ、うん、皆さんすごいたくさん読んでるんだなと思ったりもしますね。そういう意味でもこういう雑誌が1年に1回出てくれることで、あ、こんな作品あるんだとか、こんな作家の人いるんだって言って、うん、自分のなんかこう漫画を読む幅きっかけになりますね、うん、広げてくれるんで嬉しいです、うん、で9位がタコピーの現在、これは、はい、若い人たちを中心に、爆発的に一気にバーンってこう跳ねた感じがありました、うん、学生たちはみんな、話題に上ってましたね、これ出た時はね、はい、で10位は豊田実さんのこれ書いて死ねということで、はい、これも、先日取り上げましたね、うん、これめちゃくちゃ嬉しいです、うん、あの今日これを紹介してくれた学生に会ったので、いや紹介してくれてよかったよって言って、はい、言っときました言っときましたというかちょっと話しましたね、見っかっちゃいましたねっつって。これ書いて死ねはどのあたりがこう、うん、ポイントですか。豊田実さんって、藤子F 不二雄先生とかがすごく大好きな方なんですけども、絵が、ちょっとね今このスタイルで描いてる人あんまりいないっていう絵でもあるんですよ。うーん、で、まあ、絵の話ちょっと置いといて、はい、登場人物が、主役はもちろんいるんですけども、出てくる登場人物が割と限られていて、それぞれの物語が描かれようと多分これからされるんだろうなと思います。でそれぞれが成長していって、まあ、どうなるかわからないんですけども、はい、多分、今日その学生と話していたのはどのような結末になってもこれは絶対いい漫画になるはずだっていうふうに学生が言ってましたので、はい、だから多分僕もなんかそういう気がしますね。で、絵の話に戻ると、コマの中に、はい、キャラクターがいわゆる胸までじゃなくバストショットっていうんですけど、胸から上を描くの、はい、バストショットじゃなく全身が描かれていて、うん、その後ろにしっかり背景が描かれているっていう漫画のスタイルで描いてる人はどんどん減っています。あ、そうなんです。私なんか表紙とか含めて見た時にちょっと80年代みたいなものを感じたんですけど、はいはい、うん、でも線を割とちゃんとしっかり全部描く、はいっていう感じですよね、うん、で外側を太く中側の線を細く描くというようなタッチの描き方自体も、はい、そうですし、ああいう絵でしっかり漫画を描こうっていうスタイルはですね、少しずつ減りつつあります。で豊田実さんは僕も その辺のスタイルもすごく好きで、だからちょっとこうその昔の漫画、うん、濃さを感じるのはそこですかね、はい、多分そうだと思います。背景を飛ばすだったり、はい、まあ、少年漫画は今、まあ、そればっかりだというとちょっとこう違うぞって言われそうですけど、うん、基本顔なんですよ。あ、ドンっていう絵ですよね。もう顔です、うん、少年漫画、まあ、少女漫画もですけど顔なんですよ。なんで、まあ、顔になってからもずいぶん経ってるんですけども、うん、顔じゃなくって、全身だったりその背景を含めた、うん、世界を描くっていう、まあ、まさに漫画ってペン一本で世界を作るっていうふうに言われてるんで、うん、まあ、そういうことを、まあ、背景を描くからどうかとか背景がなかったらとかっていう話ではなくって、スタイルとしてこういうあのスタイルを描く作家の人たちは今からもなんかこう続いて出てきてほしいなという、うん、だから漫画とか描いたことある人にとってもすごい刺さるところがいろいろありそうですよね、はい、そうなんです。で、その時にね、このラジオで、ストーリーも含めてね、上げた時にも話しましたけど、いわゆる漫画家漫画、うん、どんどん増えて、ね、東京ヒグマもそうですし、ね、はい、平休みもある一面そうなんですけども、なので漫画家漫画ってこれからどんどん増えていって、その漫画を描くっていう、その何かを作るっていうそのエネルギーの話だったり、うん、そういうことがやっぱり共感を生むというか、まあ、どんなことでも、葛藤と苦しみと、うん、まあね、いろんなことがあるんで、だけどそういうことが あまり多分これ書いて死ねはそこまで重く表現するのではなくいきそうだなという気はしてるんですけど、本当にこれもラジオで紹介しましたけども、改めてとってもいい漫画なんで、ぜひ皆さん読んでもらいたいなと思う作品です、はい、今日はこの漫画を読め2023ベスト10ご紹介しました。
というわけで最後まで聞いていただいてありがとうございました。番組ではメッセージやリクエスト、取り上げてほしいテーマを募集しています。漫画@rkk.jp までお寄せください。番組のツイッターもあります。アカウントは漫画 rkk です。ハッシュタグ漫画研究室でも感想などつぶやいてくださいね。それではまた次回をお楽しみに。